神社の木の下に立ち寄せるを見に行こうね、と言いました。うん、約束だよ、そう言ってマルコは手を振りました。明日が楽しみです。次の日、マルコはワクワクしながら神社でタマちゃんを待っていました。タマちゃん、早く来ないかな。いつまで待ってもタマちゃんはかけた人一言ない。どうだったの？ちびまる子ちゃん。じゃあね。じゃあね。じゃあね。あ、外で遊ぶの？じゃあね。じゃあ、ばあちゃんに言うから。